気、声カスカス、どないしよう、元気に行こう、こんばんは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 、うう、はぁ、すごいね、みんな。こんばんは、こんばんは、こんばんは、みんなすげえな。ひだついてきましたね。こんばんは、こんばん、ぶわこんばん、ぶわみんなも一緒に、はい、こんばん、ぶわこんばん、ぶ、ぶ、ぶわ多分さ、これほんまにさ、なんか家でやってた方超スーパーアンポンなんよね家族心配するやつですね。絶対もうそんなん、もう親とかおったら、あれ、あ、うちの息子、あ、あ、やばい、やばいってこう。そうですよ、まあ息子まなら、あの、まだしもね、うん、お母さん部屋でブワーって打てるってってだったら、家族会議ですよね。ほんまやで、うちの息子なんかブワーン言うてるで、言うてで、ブワン、ブワン、ブワーン言うてねどないしたの、お笑いでも目指すんやろか、言うてえらいこっちゃ。こんばん、ブワーンこんばんは、今日も楽しみ、滋賀県ライブ大盛況、人いっぱい、人パンチコリ、楽しかったやないか、楽しかったやないか、最高。皆さんこんばんは、大山貴之と本気で芦田亮平です。イエーイ、どうもどうも、こんばんは、どうも。いや、みんなだんだん板ついてきたね。みんなすごいもん、こんばんは言うて、こんばん、ぶ、こ、こんばん、ぶわーやで、こんばん、ぶわーん言うてぶわー言うてるやん、もうこんばんはもう抜けてないよ、ぶわー言うて。いや、滋賀県ライブね、あのね、昨日おとついかな、ねえ、楽しかったよ、本当に。あの滋賀県ライブ大大大盛況でございましてね、すごかったね、本当にパンチコリンです、もう名のごとくパンチコリンでしたね、70名近い感じよね。そうでしたね、素晴らしい、良かったな、ノリも良かったし、いやもう楽しかったな。で、ちょっとそのこの YouTube でさ、アシアちゃんとこうやってて、ずっとこの挨拶ソングみたいなさやったね、リアルで行きましたね、行きましたね、すごかったですね。あの会場の感じも相まって、ゴスペルマみたいになってましたよ。あの天井高いからさ、あの滋賀県のライブのとこがさ、うん、よかったね、すごかった、すごかったです、ちょっと感動しましたね、びっくりしたね、びっくりしました、ね、みんな歌うねや思って、こんばん、あ、こんにちはかな、あの時はこんにちは言ってましたね、そうそうそう、こんにちは言うて、でみんな歌うの、もう歌えたって知らなかったよな、あの YouTube 結構見てくれてはったから。あ、そうでしたね、うん、手上がってましたよね、歌うのがもうすぐ歌うからみんな、うん、こんにちはこんにちはで早い言うてあのやりてよかったですね、はい、よかった、楽しかったっすね、楽しかった。あ、どうもこんばんは、滋賀県ライブ、あ、参加できなかった、あら、それは残念、
それは残念ですね。来た方が良かったよ。ちょっと今までにはなかなかなかった人数でしたよ。人数、内容もね、はい、今回はもう立ってみんなでこう、そう踊るというか、もう拳を突き上げるというか、やったね。あ、すごかったですね。主役の皆さんも立っていただいて、うん、すごかったですね。なかなか立てんかったけど、あの感じまたおもろかったな、はい、びっくりする。もう椅子になんかもう お尻と腰、椅子にもへばりついてんちゃうかな、もうぐらい立ったら立ったでみんなもうものすごいうおーってなってましたよね。そうやったやん。あれがおもろかった。あんだけさ、俺言うてもた、なんか、え、立つみたいなすんごい雰囲気されてやで。だけど立ったら立ってで、びっくりするノリノリってな。ノリノリでしたね。後ろのカカッて見て、もうみんな全力でしたね、全力。そりゃそうだったね。あ、シガライブお疲れ様でした。そう、歌いたかったのよと。シガライブ最高でした。臨場感、一体感良かったっすよ、ほんまに、うん。なんか滋賀県だけじゃなくてな、大阪とか地方からもちょっと来ていただいてね、もう本当に売れピー。ま、あ、言うてしもたアシャちゃんが今言うたで、マンモス売れピーって、もう昭和やからな、もう古いんだから。昭和、いやいや、どの口が言うたのですか、兄さん。どの口が言う、昭和しか出てこないのに、兄さんほんまやな。でもお母さんずっと学校でも歌ってありましたよ。歌ってた？ずーっと歌ってありました。歌ってた、はあ、あ、歌いたかったんですね。歌いたかったよな、お母さん、ほんまに。いや、でもお母さんのおかげでね、滋賀県ライブ第6回もできて、もちろんお母さんからこう順番にこう紡いでいってくれてる滋賀県の皆さんが本当に愛いっぱいやったわ。うん、もうまた来年ね、来年早々またできたらさ、やりたいね。うん、みんながそう、そう望んでくれてるんであればやりましょう、ぜひ。楽しみ楽しみ。あそこ、お前な、カフェとかもさ、ご飯おいしいしな。あそこはでも いいですよね。いい、ほんとにお値段もそんなに高くない。そうそうそう、リーズナブルやしさ、おいしいのよ。めちゃくちゃおいしいです。そう、おいしかったよね。え、あしらじゃない、食べたい。僕ね、カツ丼いただいたんですよ。カツ丼か。もう入れ物も可愛くてね、うん、昔の食堂みたいなの2つ。そう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 。 でも味はね、抜群でした。早かったもんな、じゃあ食べ、ビャー食べんの。そうなんです、あんまね、米食べないですけど。チャーハンとかどうでした？美味しかった。チャーハンなんか見た目も美味しそうでしたしね。うん、美味しかったよ。で、りょうたがカツカレーか、あれ良かったですね。美味しかった。キヨさんで、キヨさんがもうチャーハン食べて、食べてますね。で、お母さんもチャーハンで、うん、で、カジさんが焼きそばか。焼きそば食べた、うん、いや、美味しいですわ、そこ。あ、これ、そうそうそう、ね、名店ですね、うん、食事も。そうそうそう、なんか美味しかったね。滋賀県の越川、はい、越川、あれ、彦根になるんですか？ね、越川かな。越川、まあ、彦根はちょっとあるかも。何、まだ四日市？四日市か。市は八日市市になる、になるのかな。あ、なるほど。彦根や。はい、皆さんこんばんはよし、じゃあ今日も今宵もやるか。ちょっと2日前に歌って、全力で歌って、若干お疲れモードですけど、まあまあこんばんは。食べたかったな、ぜひ行って食べてきて生、まあ、今日もぼちらぼちらとちょっと盛り上がっていくか。じゃあね、これもまあ結構歌ってきてるのかな、久しぶりか。お前ね、ノーリハでやりますが、はい、魔法の絨毯、久しぶりに皆さんちょっと聞いていただいたけどだなってぜひ聞いてね、楽しんでもらえたらなと思っておりますよ。はい、じゃあ魔法の絨毯行ってみよう。くだらないことで笑って、何気ない会話で泣いて、一つ一つの出来事にしぼりを挟んで、
忘れないようにな、くさないように、アラジンのように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ、魔法は使えないけど、金もないし力もないし地位も名誉もないけど、話したくないんだ。君が仮にどんな恋を重ねてさ、どんな人と笑い合ったか、一人で考えて勝手にへこんで眠れない夜を過ごしてさ、仮に雨が降ってびしょ濡れになっても、僕が迎えに行くから、笑って泣いて爪合って抱きしめ合って愛し合って、ジーニーのように魔法のランプから出て笑わせるよ、魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のこと守りたいんだ。アラジンのように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ、魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のことジーニーのように魔法のランプかなってて笑わせるよ、魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉も何もない、泣ける君を守りたいんだ。脱力感全部大山さんについていきました僕。素晴らしい。実は僕はついていきました。いいっすね、はい、いいっすね、さちゃん、はい、でいいぞ今日はね、りょうたさんもバッチリやってくれてはる。ほんまやん。みんなどうですか、あの音のバランスとかな、ちょっと聞いとこうか。みんなに、そうですね、な、皆さん、ボーカルとギターのバランスなんぞはいかがでしょうか。おっしゃってください。こんばんは。滋賀県ライブめっちゃ楽しかったです。ありがとう、みんなありがとう。めっちゃいい、ありがとう。
教えないか。こんばんは。何やこれ。こんばんは。そうやねんな。すぐ乗ってま。こんばんは。ずっとバックミュージックで歌うようになりました。あいつこんばんはしか言うとらへんで言うてねえ、ラジオ番組やったらね。いやいやね、楽しいね。いいじゃないですか、この BGM 最高ですね。はい、あ、歌声もギターも最高、バッチリバッチリやったよ。かったね。はい、よかったよかった。こんばんは。伴奏入れちゃうと歌っちゃうから、あの、ね、シングルノート弾かないから。ああ、そういうことね。なるよこれ。寝て。ってどないしたんこれ。これでもやっぱついてくる。めっちゃスイートな、クワクワクワで。クワクワクワ。これ何やったっけ。何の歌これ。カエルの歌が聞こえてくるよ。クワクワ。もう何なんこれ。まあ、こんなスイートなカエルの歌ありますか。もう平揚げみたいな。カエルの歌は聞こえてくるよ言うて。なんだこれ。あ、これ平揚げんかこれ。ああ、二人ともああ言うてみたい。そやな、もうこれで終わってしまえん。これそやな、みんな笑うてんこれ。えらいこっちゃ。何の配信なんてきてんの最近これ。はい、いいですよ。いいんじゃなかろうですか。あーふーふーふー。ほならば梅雨の曲は、はいですね。なんか平井堅さんのね曲をちょっと次聴いてもらう。これもう久しぶりよね、アシャちゃん。だいぶ久しぶりよね。なんかね、これはね、なぜか知らないですけど、うちの亮太がね、さっき聴いたのね。ちなみに亮太ってなんかちょっとこれ、ちょっと今日俺これ聴きたいっすみたいなあるって聞いたら、平井堅って言われて、僕は君に恋をするっていう曲やねんけど、なんかどうなんじゃん亮太、恋してんの。どうした亮太、ちょっとこうセンチメンタルな感じ。あ、それ疲れてるもんな。もう年末な、年末に向けてなんだかんだとバタバタと仕事でね。カエルの歌も、あ、なるほど。よし、よいしょ。じゃあちょっと久しぶりなんですけど、僕は君に恋をするをやってみようかな、シャちゃんね。はい。
注ぎ込んでください。その痛みならば僕は耐えられる。未来描く地図もなくしてしまう。ちっぽけな僕だけれど君を見つけた。さよなら、ありがとう。好きだよ、好きだよ。さよなら、笑ってよ、泣くなよ。バカだな、伝えたい言葉は止めどなく溢れる。何度も何度でも僕は君に恋をする。君の願いが叶うなら全て捧げると心から言える。僕がいなくなっても消えることない。恋色に染まる心、君と見つけた。さよなら、また会おう。ごめんね、好きだよ。さよなら、笑ってよ、怒んなよ。バカだな、恋しい、苦しい、愛しい。ありがとうございました。ええ歌やな。ええ歌やね。めっちゃええ歌やな。びっくりした。めっちゃええ歌。いやーええ歌。みんな楽しんでもうてますか。ああドキドキするって。なんかりょうたにドキドキしてるみたい。ええ歌っすね。すごいな。でもカバー曲も大概あるもんな。そうこれね、さっきりょうたさんが選んでくれはったんですけど、その時にスクロールしてる曲数の多さというか多さがすごかったね。一曲選ぶ難しいですよね。僕も結構悩むんですいつも。わかる、めっちゃわかる。優しい歌声ありがとうす。優しいでしょ。優しいんですよ。ちょっといやあの平井健さん意識しました。今平井健さんの話が出てたじゃないですか僕ら、うん、平井健さんがようやくこうホームページが更新されて、あ、そうそうそうっていう ね話をしてたんで、そうそうそう平井健さん降りてきたかな思って。そう、なんか平井健が降りてきたわ今。ですよね。あ、まだなくなってないもんな、降りてきた。降りてきてない。そう、そうなんかね。いやでもまたね、曲いっぱい聴きたいね、新曲とか平井健さんね。そうですよ ね、ええ歌作りはるから。ほんまでこれ作詞作曲なんですか平井健さんって。あ、そうなんですか。そう、シンガーソングライターよね。あー、そうなんですか。そう、もともとシンガーソングライターやねんけど、全然売れなくて、で楽園でプロデュースしてもらって作詞作曲とかを、で、ああいうちょっとあのエリック・ベネみたいな格好して。ベネ、あ、そういうことなんですね。そうそうそう。であれがドーンと急にあの一気にあの R&B にごっそり行ったのね。あ、もともとちょっと違う。全然もうドポップス。へえ。プレシャスあったジャンクなんだろうね。いつもこの我ながらさえも続かないみたいな。そっかそっか。なんかあの王様のレストランやったっけ、ドラマの。ありましたね。なんかあったでしょ。ありましたありました。あれの主題歌かなんかね、あれ。へー、うん、楽園のイメージはありますよね、PV ね。そう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 。なるほどな。
な。そう、あの得意ですよ楽園は。私そうか、はい、あの大得意よ。 R&B に振ってからだから変わるんですね。そう、あなるほど。で歌い方もね全然違うのよ。初期の頃って最初の自分でデビューした当時の平井堅さんの声と、うん、楽園ぐらいからもう全然、もう声の出し方がそれでもすごくよくわかる。俺もやっぱ変わってきてるから今まさに。でもそうですね、アレンジがかなり R&B 寄りの濃いめの方に僕は寄せていってるんで、そうやね、だいぶ違いますもんね。だいぶ違う歌い方も、うん、コーラスの乗せ方も。そうやね、うん、だ全部取り直したいわあのカバーのやつも、まあ、あもう一回、もうだって 3,4 年ぐらい今なってるもんね。まあね確かにね、もうそれもう一回取り直した俺あの歌をね。もうコーラスの乗せ方が全然違くて、でも確かにやってると伸びるもんですよね。伸びる、いろいろ乗せ方、うん、自分のこう、うん、才のセンスというか、そうねえ、そうですよね。まあ結構コーラスって難しくて、難しいっていうかでもあのハマったもん勝ちやもんね、あれね。そうでしょうね。そう、あの3度とかさ5度とかっていろいろあるけど、4度とか、うん、なんかもうほんまにこうパッと聞いた時のハマり具合。あそうです、もうでも理屈じゃないですかね。そう、うん、かっこよかったらいいんですよ。そうそうそう。あ、こんばんは、いらっしゃいませ、笑い、のんちゃんって書いてあるわ。あ、こんばんは。こんばんは。こんばんはこんばんはいらっしゃいいらっしゃい。じゃあ、ちょっとノリッといく？もともとそんなノリ、あでもこれでもテンポがもともとがあるか？この曲って。まあでも全然さっきぐらいの感じで。あの全然テンポ上げてみてください。全然全然。それでは皆さん、ちょっとだいぶ昭和な曲になりますが、私もともと大好きでした。ウインク、はい、ウインク、このウインクの曲がボーリング場で流れると私は大概ストライクが出たというね、テンションが上がって、はい、それは好きだからです愛が止まらない、ね、行ってみよう。
松田亮平、イエイ。じゃない？いいんじゃないですか？勢いっていうか、ノンリ、ほぼノンリ。全然、こんな感じで、ほんま、口で、口約束だけやもんな、俺。いや、ほんま、あれどこやったかな、思いながら。いや。いい感じでしたね。めっちゃいい感じ。こういう感じでやると、意外にまた閉まるんすね。いやー、皆さんいかがだったでしょうか？いいっすね。いや。指パッチン高さんと聞いた衣装、A 賞、もう何でもね楽器になるんですよね。すごいねこれ。ちょっとこれをさ、絹のパーカッション履いて やりたいね。やばいね。あらこれむちゃそうやね。いやはい、結構こう自由な感じでできるよね。アシアちゃんがあんな感じでやってくれると。はい、いや楽しかった。寒い夜に熱い歌声、みんなが温まり、ありがとうございます。あ、兄さん、もはや大山高のオリジナル曲。そうですね、もうねカバー曲じゃないんですよ全部。ごめんなさいねみんないやあっちゅう間だね。変えたいなという曲がいろいろ ありがとうございます。なんかこう考えるじゃないですか、はい、こう規制概念を取っ払わないとダメですね、やっぱね。そうやね、それはこうしたらあかんと思ったらあかんということですね。そういうことですね。こういうふうに弾いてみようと思ったことないんですもん僕、うん、さっき急に思っただけで。俺もちょっとびっくりしたもん。おっ来たみたいなね。ノリノリでしたね。どんな感じでいこう思って。うんな、でも全然いけんだよこれ。ギターかっこよ、今のかっこよかったね。ギターめっちゃかっこよかったよ。 ありがとうございます。はい、もう一回できないですね、これね、こういうのってね。あ、できないです。一回で目でやっとくのが一番よかったです、ね、もう一回これ連チャンでいくとちょっとこう、ぐだってなんいろいろね、いらんことしようとするんですよ。そうですね、やっぱり初心っていうかそれが初見がいいんだよ。初見ですよね。でもそうですよね、やっぱそうなんだよ。こう、景色と一緒だよ。やっぱ初めてやるからこう、うんうんうん、そうです ね、レコーディングでもそうですもんね。そうやね、だいたいこう、ファーストテイクか2回目ぐらいもんね、俺、だいたいだからよく YouTube であるファーストテイクって、まあそれを分かってやったん、うん、なるほどね、あれかもしらんね。一発っていうのは、はい、確かに。あれしか出えへんの
いやでもなんかこうそうやね、だからちょっとそういうノリでやるのもおもろいね、なんか今みたいな、だからちょっとこうもともとグルーヴあんねんけど、うん、グッとこうそうですね、80年代っぽいグルーヴのものをこうちょっとそういうテイストに変えてみるっていうのもありかもしれないですね、うん、そうやね、あーいいかも、ちょっとびっくりするような、どんなんがあんねやろ、ホテりました、体がちょっとホテてきた、ホテてきたでなんかほんまに、いやーなんかちょっと YouTube 配信って俺すぎるすぎる、ええか別に、あのねいやもうほんとさ、じゃあまあみんなとバイバイするのも寂しいけど次の曲で終わりだね、いや本当にね、ちょっと今あのインスタにもちょっとインスタのリール動画アップしたんですけど、ついこの間アップした曲やねこれね、はい、なんかねすごいちょっとこうありがたいですね、本当に結構ねたくさんの人にあの聞いていただいてるみたいでね、インスタね、なんかフォロワーもコツコツやけどなんか1000人超えてねフォロワーが、なんか嬉しいね、はい、まあまあフォロワーの数ではないんですけど、まあでもこう聞いてもらえるのはありがたいわね、あじゃあ、うん、そうなんですよ、まあぜひ皆さんもあのね YouTube にはちょっとまあ今週ちょっとなんかあしゃちゃんアレンジのやつを取り置いてるやつがあるんで、それアップしようかなと、はい、いいっすよ本当に、いやでもおとつい送ってくれたあのオリジナル歌いたいなあれ歌いたいわうんうん、はい、まあでも歌いたいったらびっくりするんちゃうかな、原曲知ってた、まあもともと原曲のやつもあしらちゃんやねんけどさ、アレンジあれはええわ、いい、そうやね、ちょっと入れるわ、いや12月やりたいねんな、うん、まあちょっと瀬戸流明日にはアップするんで、そうなんですよ、うん、一気にあシガライブでもアシアちゃんのギターにタカさんの歌声言ってましたよ、一気にファン増えましたよって、ありがとうございます、またあのよろしくお願いしますね、またあのちょっとまたあの来年シガでやるよ言うて、はい、みんなで盛り上げていきましょうよね、誰がじゃなくてさみんなで行こうよ、愛はね周りに与えていかないとダメなんだよ、与えてるんじゃないね、お裾分けですね、愛は受け取ったらお裾分けしていってください、お裾分けする前に自分の中で心の中でこう温めてそれをこうちゃんとこう周りにお裾分けしていくとね、絶対にね心が温かくなるからね、ほんとほんとこれ絶対だよ、あの伝染しますから笑顔と愛は、本当にそうそう、だからこう手拍子とかさ振り付けするときあのタカさんよく言うでしょ、みんなにみんな笑顔やでっつって、笑顔みんなあの真顔やでとか笑顔でねって言うでしょ、それ言うた後にみんなすっげえ笑顔するもんね、うん大事だよ、いろいろあると思うけどさ、じゃあ意外にね、この今から歌う歌さ、あなたがいることでね、売るのこれ、あの結構いろんな人から実はあのファンの皆さんから歌ってくださいって確か言われてたんやけど、なかなかちょっと歌ってなくて、ほんで YouTube にもアップして、でつい最近あのリール動画にもアップしてなんですけど、これ曲なんやけどちゃんと歌ったことがなくてさ、あのライブでね、だから今日が初めてよね、ねえ、まあちょっとあのまあ間違えたらごめんなさいね、はい、じゃああの最後になるんですけど、あなたがいることで聞いてください、
今あなたに伝えられるだろう。不器用な僕だけどちゃんとあなたに届くように、明日が見えなくなって信じることが怖くなって過去を悔やんでは責めたりもしたけれど、僕を愛し続けてくれた人、もしも明日世界が終わっても会えない日々が続いたとしても、僕はずっとあなたを思うよ。あの日僕にくれたあなたの笑顔が生きる力と勇気が見えない。孤独な夜でもあなたがいる、ただそれだけで強くなれる。目が合えば笑って一緒に楽しくて、共に過ごした毎日はかけがえのないものだった。赤い風が冷たくて忘れてしまいそうに過ぎてきた何気ない日々の中に、僕らの幸せは確かにあった。もしも明けない夜の中で一人静かに泣いて、その手を強く握るから、傷つくことから逃げていた、この心を動かすのは弱さを見せない、話してくれたが、あなたが描いた未来の中に僕ら一緒にいられるように、あなたがいることでどんな明日も
ちゃくちゃええ歌やないのこれ。皆さんいかがだったでしょうかね。ええ歌やねこれ。素敵この曲、ね、素敵な声とギターの音色最高です、みんな素敵泣ける言うてね、拍手もありがとうございます。ありがとう、ええ歌ですね。いやいや、でもやっぱりええ歌やね。ライブがついに来月12月15、2023年、本当にねいろいろありましたけど、ねいろいろあったね、今年もね本当にいろいろ毎年毎年ねあるんですけど、まあ2023年ラストライブということで、はい、12月15大阪梅田にあるソープオペラクラシックでアコースティックワンマンライブ、まあ、クリスマスライブですね、はい、やるので、まあちょっとね12月、まあ、バタ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 といろいろ忙しいと思いますけども、ぜひ来てもらえたら嬉しいなと。まあなんかねやっぱりこう大事なというかね、あちょっとでもこう行きたいなとか思ってもらえたら、ぜひ無理してでも来てください。本当にねそういうことってすごく僕自身も最近ちょくちょくちょっとこう東京行ったりしてるんですけど、なんかもともと結構ね急に決まったりもするんですよね。決まったりとか、あ急に行こうかなとか、でそれは自分自身がちょっとこう何かこう感じてまあ、行くんですけど、まあ、予定もね僕も結構こう急に開けないといけないんで結構大変なんですけどね、まあ、でもねやっぱりね自分が何か感じた場所であったりとか空間って僕もバタバタと忙しくさせてもらってるんで、まあ、皆さんと一緒ですよ、いろいろね皆さんも忙しいと思うんですけど、本当にねぜひ行くようにしてください。そういうところには特にね僕のこの大山貴教のこのライブって、まあ、日が決まっちゃってるけど、ぜひ来てください。はい、後悔させないし、まあいっぱいいっぱい愛情ですね、愛の詰まった空間であったり、まあもちろんねアシアちゃん含め、まあ、リョータ含めバンドメンバー含めみんなで全力であったかーい気持ちになっていただいてなってもらうのでね、本当にぜひ、はい、来てもらえたらと思います。次の話についてたっけ、あれ決まってたっけよね、え5次のね、YouTube、この YouTube 配信が12月の5日です。はい、ぜひ皆さんまた集まっていただけたらなと思っておりますよ。ね、みんな元気になってください。はい。ということで、なんか楽しかったね。最後のこの曲はしみるな。なんかね、あなたがいることでこれまた歌っていきたいね。うん、なんかね。
ことで、ええ歌えば、はい、クリスマスライブぜひ、滋賀県でも久しぶりに1年ぶりに歌いました、大山貴教オリジナル曲クリスマスソング歌いましたから、ぜひ皆さん、ね、まあ YouTube とかにもちょっとだけアップされてるんでね、クリスマスソング、はい、ぜひ聴いていただいて、ええな思ったら iTunes で絶賛販売中なので、聴いてきてほしいですね、はい、ね、あ、そうやね、あ、ほんまやね、ぜひ聴いてきてください、うん、ほんまやわ、またそしたらね、CD 版とライブ版と違う感じで楽しめると思う、はい、ぜひぜひ、はい、ぜひ皆さん、芦屋ちゃんが言っていただいたみたいに12月15日のね、ライブにお越しいただける方はぜひクリスマスソング聴いて来てください、はい、ねえ、あれ俺も久しぶりにちょっとまた聴いてんだけど、で、自画自賛とかでも本当になんかあったかいわね、うん、いいと思います、やっぱもうクリスマスの時期ですからね、女性陣が好きな、ハッピーメリークリスマスね、はい、メリーメリークリスマス to you、 君に会いたくてそばにいたくて抱きしめたくて、歌やないか、ありがとうございました皆さん。皆さんの貴重な時間をありがとう。オンギター芦屋良平でした。イエーイ。見た、またね。じゃあ12月15、ぜひ本当にみんなぜひ来てください。会いに来てください。待ってるんで。はい。12月15のライブと、配信が YouTube は12月5日です。それまでみんな風邪ひかんようにね。じゃあね。バイバイ。